ファンディング新しい未来をつかみ取れここまで聞いてですねはい。秋山さん学習塾業界の虎正統後継者株式会社エーバー代表林直博年賞120億円日本初事業しない塾竹田塾の協定数は全国400個を突破 フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求めるここまで聞いてですね、はい、秋山さん僕意外といいと思ってるんですよ <laughs> 意外とええー、で何がいいって多分あれですよね歩合制みたいなのが近いから人気があるんじゃないですか初期費用ないって言ったらそれはお客さん取りやすいですよね会社の分売った分で分けてねってことなんですか ちょっと違うあえっと弊社で見積もり出して出させていただいて、えー、あの乗っけて売ってねっていう感じです乗っけて売って100万で出してそれに何パー乗っけてもいいから売ってねっていうことですよね具体的な事例でもう1個一社教えてもらっていいですか青森の会社でもどこでもいいんでああ分かの補助金のサポートをしてる方なんですけども本当に IT の知識が全くない方っていう形で、えっと、ホームページが作りたいっていう、まあ、補助金絡めてなんですけども、うん という形でやった際に、ですね弊社僕とその担当者さんとお客様のところへ、まあ、僕はズームですけど、まずご説明という形でさせていただいて、まあ、補助金との絡めだったりとか、分かりづらいな、補助金の何の会社、和歌山の会社は。あ補助金のコンサルを個人的にで、すそこの会社にどういうサービスを提供するんですか、秋山さんのその際はホームページ制作でした。ホーームページを作るはい、はい それでホームページ作る際の説明ですねお客様に対する説明とかですねまるっと引き受けさせていただいておりますホームページを作りたいけど作れないっていうその担当者の代わりをすることそうですねイメージ的にはその通りですお客様こんにちははやっていただいてサービスの説明になったらもう徹底的に僕の方でやるようなイメージですなるほど、はい、イメージと違ったな <laughs> <laughs> えあなたの会社があるじゃん、はい、で。 売る人は誰だったの売る人は補助金の会社さんです。補助金の会社。で、はい、こっちの人は居酒屋さん、お客様です。<ー>この会社が何もわかんないから、あなたに頼んで、あなたが全部、えっ、ー、と、ウェブの説明をした上で、居酒屋のホームページを作ったって意味ですかそうです。イメージ的にはそうです。えー、そういうことだと思います。全くわからない。分かった皆さん。 わかすいません、もう一度お願いします。補助金とか言い出しちゃったら、すいません、そうで,そうでえと彼の会社があるとすると、ね、はい、A 社があって B 社があります。はい、A 社が彼の会社の代理店ですと。<ん>この人が、こんにちは、何かありますかって言ったら、いやうちホームページ作れなくて困ってんだよねって、分かりました、じゃあ任してくださいって言って、彼は、えー、秋山さんに連絡して、 ちょっとお客さん取ってきたから出張ってよって言って2人でズームなりで話をして僕がオタクのウェブ全部作りますよって言ってこの人がじゃあお願いしますっていう補助金の会社がホームページの案件を取ってきたってことですかということですよね。とい絡めてですよね。それをこの会社はじゃあこの B 社がいくらで請け負ってくれるのって言った時にえと秋山さんはいやうちは100万でやるよって言った。じゃあ A 社はそれに20万、十パーのおけて、120万で売ったって話でしょそうです。イメージ的にはその通りです。あんまり大体みたいなイメージなんですね。うん。だから A 社は20万もおけて、はい、え、ここは、まあ、売上としては100万あったって話でしょね。はい。この資料で、そうは思えないな全然違う資料じゃないこれ。なんであんまりこんな資料じゃ見えないですよね。ビジネスモデルが。結論に近い話になっちゃうんですけど。はい、トリアイアグループ会長、三浦哲郎。 持続可能な社会の創造を見据えて小物売買から事業をスタート鑑定士として YouTube 参入光る買取鑑定団でも活躍中オークション事業など多岐にわたるリユースビジネスを展開するヴィンテージに目を光らせる目利きの虎が志願者の真なる価値を見極める要は収益性が低い会社さんに、えー、ウェブマーケティングを教えてあげてシステム入れたりしてあげて20種類のサービスを提供できるわけですよね収益性を上げてあげましょうっていう会社が赤字っていうのがそもそもダメなんですよ、はい 自社がそもそもそういうリソースをいっぱい使って黒字になってるんです。って言うんだったらわかるんですけど、自社が黒字になってないので他社,社さん黒字できます。よっていうのがわからないんですよ。はい、だから、それがそれを売っていくっていうことは全然イメージできなくて、はい、うん。もうその時点でちょっと言ってることが矛盾してるかなと思うんですよね。だったら自社をまず収益化すればいいじゃんと思ってて。はい 広告費を使ってましたので値付け間違って100万円だと15万円しか残らないのに30万円とか広告費をかけていましたので加盟店開発の方ですね初期投資と割り切ってやっていったのであと、えっと、1年目については僕給料取ってなくてですね2年目から取るようにしてましてでそこに対しての固定費が発生する月額200万の売上しかない、まあ、今までの計算でいくと30万しか残らないのに50万ぐらいの経費を使ってしまっていたという僕の単純なミス でもあります売り上げる支出が多いっていう話じゃないですかだから赤字になりました通期で700万赤字出てるじゃないですか、はい、でその当たり前のことができてない会社が会社をコンサルするっていうのは分かんないんですよ儲かってない会社にもうけられるあの手法なんて教えられないよねっていう、はいまあ、たったそれだけだと思うんですよ、はい、経営者としてちゃんと利益を出してないわけじゃないですか、はい、それはミスがあったにしても、はい、でこれからちゃんと利益出せますっていうことがもうそもそも論で 解決できないと電子金でまた解けちゃってあれってそんなはずじゃなかったのになんてことが起こりえますよね、はい、これちなみにあの今までって借入金って入ってるんですけど、はい、これ金融機関ですかね金融機関は100万円だけであとは親族から借り入れております。 これ金融機関まあ最初だったんで、あの創業融資か何かでお金引っ張ってきた感じですかね。い普通にあの決算書を見ていただける会社様がありまして。はい、あのそこから単純に、あの事業用ローンという形で借り入れをしております。短期,すね、短期的なものです。短期的なものだから、ね。はい、まあでもこの数字だったら、金融機関も貸してくれないですよね。まあ、ね追加資金が入らないと、運営できなそうな P. L. なんですよね。 こ借り入れ3回ぐらい起こしてますけどこれがあと半年ぐらいしたらショートしちゃうから今追加で入れなきゃいけないっていうような PL に見えちゃうんで、はい、僕の感覚だとそのスコアリングなんですよそうするとここで入れられないよねっていうのが出資側の考えであって、はい、シンプルにその方が分かりやすいですよね、はい、今これ立ち入がないんですよと、はい、だけどあのここから盛り返せる余力があるんですっていうのがシンプルに伝わってきたら応援っていう気持ちになるかもしれないですけど。 なんか複雑な仕組みで、まあね、なんか収益性を出せるような言い方なんですけど、はい、そもそも全てが未完成なんですよね借金い,っぱい背負って失敗しちゃうんじゃないかなと根本的にもっと改善しなきゃいけないところあるかなと思ってますけど、はいうん、そんな印象です僕は今。はい、顧客肩がもう,もう耳にっいやほんとにねやっぱね最初に自分をすごくよく見せようとしすぎちゃったのかもしれないと思っていて。 僕こんなにすごいことやってるんですよ。でお客さんいっぱい来てるんですよ。だけどちょっと今たまたま資金ショートしてるから僕はすごいことやってるからお金出してって聞こえちゃってるみんなに。本当はそうじゃないんじゃないかなって。はい、もうやっぱり皆さんね歴戦の経営者なんでわかると思うんだよね、はい、そういうことって。そこは、まあ、ちょっと言葉悪いかもわかんないけどだませないというか本音が出てないのかどっちかだね。ははい、はい 絶対何かで返すもん、言葉あなた。必ず。うん。あの、そこで、うごめんなさいとかなくて、絶対返してるんだけど、はい、その返し方が、なんか表面上すぎて軽すぎて、はい、みんなに響いてないんです、本当に。はい、それを理解した方がいいと思うんですよね。はい地方都市で、はい、そういうウェブマーケティング困ってる人たちがたくさんいるっておっしゃるじゃないですか。はい、じゃあ自分の、ね いける証券内でそういう人たちを助けてあげれば、絶対収益化できると思うんですよ。目の前にいっぱいいるわけですよね。そういう困ってる人たちって。ねはい、じゃあその人たちを、あの、自分が利益出る金額でしっかりご説明して、はい、あの、受注ね、仕事を受けてくればいいじゃないですか。はい、それで制作して納品してあげればいいし、そうやって面倒見てあげて、いくつも、えー、ストックのお仕事を増やしていけば、えー、堅実な経営できるんで、それを何年もやり続けてからスケールでいいんじゃないですかっていう。のの名前で地域の、はい 困っている方々を助けて利益出すっていうのが一番足元を固める上で一番いいんじゃないですかね。はいうん 今その田舎のノウハウっていうのをちゃんとあのつけてった方がいいと思ってて今せっかく北海道にいらっしゃるんで周りに多分困ってる方めちゃくちゃいると思うんですよそこでもうノウハウ固めて北海道だったらもう全然黒字化できたぞっていうノウハウをじゃあ全国にもっと田舎あった北海道以外にもいっぱいあると思うので広げていくってやり方が多分だったら北海道でこんだけ行けてるんだったらじゃあ青森でどうとか和歌山でどうとかそういうところがいっぱい出てくると思うんでそれが多分なんか 階段登っていくみたいな意味では、多分一番いいのかなと聞いてて思いました。はい。はい、ありがとうございます。僕もまあ同じで、まあ価格設定をまあ変えた、まあ最近変えたっていうふうにおっしゃられたんで、まあそこの価格設定を見直した上で、そこでまあちゃんと利益を出したところで、あの、まあ、ちゃんと利益取れるんであれば、そこから、あの、しっかりやっていった方がいいのかなと思います。はい。通常のタイガーファンディングだと、ラストステイトメントっていうふうに流れていくんですけど、はい、なんとなく、こう皆さんがね、今日、秋山さんの 話を聞いていただいて、要はお金を出すかどうかという検討の前段階にしか。まだないような気がするんですね、僕からすると。はい、意外とこういうこと珍しくて。はい。あの、そこの原因を作っているのが自分で何なのかという理解ってできてますか。本当に伝えたかったことが、きちんと、あの、単純に苦しいっていうのが伝えてませんし。あの。ちょっと。複雑に。 しししすぎててままいましてあの単純本当に単純に言いますと田舎にクリエイティブを届けたいっていうだけなんですけどそれをこう OEM だ販売代理店だという形でやってしまったのであのそこがきちんと伝わる僕の思いがビジネスモデルに乗ってこなくてきちんと伝わらなかったかなとは思っております。反面考えるるととと彼正直かなと思っっててていいここういうことも出しちゃってるんで 別に出さなくてもいいじゃないですかそうですねこれが結構ネックでしたね,、はい、ねあ,あの言ってることとこの PL のギャップがすごすぎて、はい、そこが埋めづらいんですよね、はいうん、だから本当にこれは出したのは正直さの故に出したんだと思うんですよねでも極論すればこれがなくて自分の思いの丈だけで僕は田舎にこういうことやりたいんですってで今あんまりお金ないから出した際の方が皆さんがきっと普通に検討したような気もするんですよ それがいいかどうかは別として。いい人だってことですよね。はい。あの、こういうの隠してたら、うん、で、後から分かったりしたら、あの、悪い人ですけど、はい、非常に純粋で、悪い意図はなかったと。ただ、そう言うんだったら、もっとこうだよねって言うだけだったっていう、人柄の良さが伝わってきたということじゃないですか。ありがとうございます。誠実に思いを伝え続ける志願者。その信念の強さは、虎の心に確かに響いている。果たして、虎たちの答えは いよいよ最終局面男の運命やいかにいろいろ難しいんですよタイガーファンディングは、ね、本当に、はい。<laughs> あに包み隠さずがいいと思いすぎてましたすみません、うん、で包み隠さずがいいと思って資料は包み隠さずだったんだけど、はい、出てくる言葉にちょっと最初は虚勢が入ってたのかもしれないんですよな、ね、はいなんかこねくり回しゃったっていうかはい、はい、っていうのはあると思いますまあとりあえずでも あのまだ終わってません。あの最後ラストステートメントです。お願いします。はいまあ、弊社のあの周りのお客様もそうですし、全国の田舎地方都市のお客様、まだまだクリエイティブなこと届いていません。これをあの地域の信頼と信頼で全国に届けたいと考えてもらいます。どうぞお力をお貸しください。よろしくお願いします。はい、最後まで頑張りました。ありがとうございました。じゃあ壁側向いてください。はい、はい、皆さんでは最終決断に入りますのでよろしくお願いします。 えー、<laughs> ファイナルジャッジメントタイムです。では最終決断に入ってまいります。えっ、ー、と茂田社長からお願いします。はい、百、えー、万円でお願いします。はい。えっ、ー、と積んでください。はい。そうですね。えっ、ー、と困ってる人をまあ助けるっていう意味ではすごいまあ社会意義があっていいなと思って。 思、思いました。正直に。で、ただ、まあ、ビジネスプラン、プラン云々よりは、ちょっと頑張ってほしいという気持ちを込めて、100万円だけ出させていただければと思います。ます頑張ってください。よろしくお願いいたします。いますはい。え、西本社長。はい。僕も100万円でお願いします。いますはい。よ <laughs> いしょ。 そうですね。すごい誠実な方だと思ったし、先ほど言ったように僕も北海道出身で、まあ地方にそういうクリエイティブ届けたいって気持ちはものすごいわかるんですけど、やっぱりその、そうですね、PL というかそこら辺の数値見たときに、先ほども言ったようにちょっとビジネスモデル的にちょっと難しいんじゃないのかなっていうところがあるので、まあ例えば一緒に関わることがあって、そういうとこアドバイスして直していったら、まあこれはすごい世の中の役には立つことだとすごい思うので、あの気持ち100万円だけ出させていただきます。はい。木下先生。はい。えー、すいません。今回は私はなしみです。 えっと、応援したいという気持ちも当然あるんですけれども、やっぱり今、経営者として、ええー、まずはご自身で黒字化をするっていうことですね。えー、このお金がなくても黒字化できるっていうことを、まずは目指していただきたいなっていうところが本当の、まあ、私なりの思いですし、ただ、あの、田舎に、あの、地方にそういうサービスは必要だっていうことも当然認識してますので、ええー、応援できることは応援したいなとは思います。はい、ええー、三浦社長。はい。<laughs> 100万円です。ありがとうございます。えー、なんて言うんでしょうね。えー、もう一回足元を見ね、もう一回見直して、うん、<laughs> 一からしっかりやっていけるっていう、あの、ちょっと気持ちは最後の方感じたんですよ。はい。で、しっかりやっていけば、あなたならできるかなっていうのはあるんで、応援の気持ちを込めて100万円です。はい。ありがとうございます。では最後、林社長。はい。ええー、とても、 いいモデルだと思うんですが、あえてのナシグね、ワンチャンあると思います。必要だと思います。はいえー、大物になる可能性もあると思います。でも、ここで成立させちゃいけないんじゃないかなという気持ちがあって、あえてのなシぐねです。ありがとうございます。でも、ワンチャンあると思います。頑張ってください。ありがとうございます。茂田社長100万円、西本社長100万円、三浦社長から100万円で合計300万円、ちょうど半分まで積み上がりましたけれども、残念ながら希望金額に達しませんでしたので、今回は、 ナッシングです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お座りください。えっ、ー、と、僕から最後一言ですね。あの、半分の300万円まで積み上がったことを。えっ、ー、と、秋山さん、いい意味で、そして重く受け止めていただいた方がいいと思います。はい、あの、全くもって、全員がゼロでも。おかしくなかったと思うんですね。僕。はい、でも、途中から、いろんなお話をされていく中で。皆さんが、もう、本当に幾度に。 やっっっぱり気持ちででて言ったじゃないですか、はい、これすごい大事なことであのきっと皆さんお三方ともにあなたの残念ながら今回のビジネスプランにはお金を積めないそれでもなんかこの人やってくれるんじゃないかっていう応援の気持ちがあって積まれたものなんで、はい、でもこれは最後に林社長がおっしゃったように今回オールにすべきではないのも僕もなんかすごく感じる部分があったんでなんとか糧にしてさ生き残ろうよ。はい、ね潰れちゃったらおしまいだからさ、はい 踏ん張ればなんとかなるから。はい。絶対。頑張ろう。はい。ね、頑張ります。はい。なんか最後に感想どうぞ。あ、ありがとうございました。えっ、ー、と、見直さなければいけない部分、また僕のこの上っ面だけの部分、この僕自身の見直さなきゃいけない部分、あの、今回、あの、ご指導いただいて、今後の改善点、大きく見えてきました。あの、今回本当にいい機会をありがとうございました。お時間ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。 積み上げた実績と練り上げた事業計画で挑んだタイガーファンディングその結果は残念ながらナッシングで決着完全オールは叶わなかったが志願者の誠実さと熱い思いに対しトラたちから称賛の言葉が送られたクリエイティブ業界に新しい風を吹き込むため男の挑戦は続くその背中を見送りタイガーファンディング 次なる志願者を待つ。